皆様こんにちは。国ありて我ありの時間です。本日は、関東学院大学教授、イギリス政治外交史をご専門としている君塚直孝さんをお迎えしての後編をお送りいたします。君塚さん、引き続きよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。この間はイギリス史の、骨太のお話から始まって日英の比較、そしてこれからの新しい日英時代、非常に多岐にわたる、また非常に刺激的なお話でした。今日はヨーロッパ、君塚さんはイギリス史に限らず、このヨーロッパ近代史全体についても、積極的に、研究著作を表されておりますけど、ヨーロッパという非常に大きなテーマについて、いろいろお話を伺えればと、その君塚さんの一つの大変重要なご著書にヨーロッパ近代史というものがありますね、これは通史としてヨーロッパ全体をお書きになって、ルネサンスによる成立から終点をですね、ネタバレみたいになりますけど、レーニンがそのヨーロッパの最後のこの息の根を止めたと、こういう大きな史観で書いておられる、でその後すでにもう一世紀を経ているわけですから、ある意味で言うとそのヨーロッパとは何ぞやっていう問題で、これは非常に重要なテーマであり続けていると思うんですね、そのあたりのことをまず、伺えればと。もう小川さんご存知の通り、もともとヨーロッパ、もともとっていうのは古代ね、の時代から考えますと、もう全然ヨーロッパなんていうのは本当に田舎中の田舎だったわけですよね。やっぱり文明発祥の地は、今でいう、メソポタミアとかエジプトであり、いわゆるアッシリア、そのアッシリアの言語でですね、いわゆるアジアっていうのが、いわゆるもう日の昇るところ、でいわゆるヨーロッパっていうのは日の沈むところであって、これは単なる東と西っていうだけじゃなくてですね、本当に文明的にも、もう全然今でいう野蛮人の地域だった。それがいわゆる古代のね、ローマ帝国なんかが出来上がって、ローマが今のヨーロッパの大半を支配して、その後いろいろ群雄割拠していく中でですね、やっぱりなんて言うんでしょう、やっぱりどんぐりの背比べなんだけど、やっぱりお互いに競い合っていくような対等の関係で、でやっぱりお互い切磋琢磨するような、そういうような文化っていうのは根付いたんじゃないか。で逆にいわゆるアジアの方には、もちろん今の中国をはじめですね、帝国ですね、帝国、これが出来上がっちゃいますと、出来上がるまでの過程では切磋琢磨とかあるんですけど、出来上がっちゃうともう完全に周辺を支配しちゃって、いわゆる外交っていうものはそもそも生まれませんね、いわゆる朝貢だとか作法だとか、そんなようなものであって、全然対等に見てくんない、だから、きちんとした交流もできない、ところがヨーロッパはまさにそのローマ帝国以後ですね、終わった後にそういう対等の関係っていうものがやっぱり尊重もされ、でお互いその尊重し合うような、でそこから14世紀15世紀ぐらいからいわゆる外交が誕生する、今私たち外交っていうと、まず皆様も思い出すのは多分日本の今の東京なんかにもいっぱいある大使館ですね、で駐在の大使がいる、でその人たちは常駐でいると、でもこれはでもね、随分昔から別にそうだったわけではない、むしろ15世紀の半ばのイタリアですね、やっぱりイタリア当時ご存じの通り東方貿易で一番お金稼いでる、一方でお互いがやっぱりちょっとライバル関係にもあるし、いろいろと不都合がある、でそんな時に本国からね大使が来るんじゃ遅いと、やっぱり常駐で行こう、転じてミラノですとかね、フィレンツェ、ベネツィア、あるいはローマ教皇陵、あるいはナポリなんていう国が作ってって、これはいいねってことでヨーロッパ中に大体200年かかりましたけど、広まって今現在私たちがよく知ってる大使館ですとか大使から、この間やっぱりそういった大使たちが集まって、今でいう国際会議ですね、そういったものもやっぱりやんなきゃいけない、有名な1648年のウェストファリア、ベストファーレンの会議なんていうのが最初で、もちろんその時は最初大変だったわけですよね、もう誰が序列をどうするなんていうんで、ものすごいことになる、でそういった中でやっぱり吸ったもんだした中でもやっぱり徐々に形作ってって、でそれがね、大体200年近くかかりました、1815年ナポレオン戦争終わった後の、ウィーン会議から今私たちが知ってるアルファベット順で並ぼうよと、ね、それまではその国の格付け順じゃどっちが上なんだってすごい決闘にもなったわけですよ、なるほどね、でそういうやっぱり数百年かけて、やっぱりこれが一番いいと、
平和にね、うんうん、あの話し合いができるじゃないかと、うん、私たちが一番よく知ってるような、うん、今でもねついこの間あった東京オリンピックも、うん、あの日本語でのあいうえお順でしたよね、うん、でそういうような、まあ、ある意味で合理的なというか、うん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 、そういったものがやっぱり築かれていくっていう、やっぱそのあたりの凄みっていうのはありますね、うん、ヨーロッパはね、うんうんうん、これは今大変君塚さんがお話になったのは、まあ、重要な、はい、というのは大きなね、うん、あのお話だと思うんですね、はい、つまり外交という枠組みが存在しなければ、世界史というのは、はい、一種の囲われた帝国同士の弱肉強食に終始するほかはないわけ で、はいうん、そうです。これは一つの世界観、はい、まあ、非常に大きな世界観を時間をかけてヨーロッパが構築したっていうことになるでしょうね、はいはい、そのと同時にあのもう一つこのヨーロッパの成立史の中で、はい、このキリスト教の問題もこう大変気になりますが、はいはいはい、この古代 の、 あの文明の発祥は全て今の君塚さんの説明でいけば帝国化して、はいはい、そのスタティックにといいますか、うん、要するにそれぞれがこう完成完了していってしまうという形になりますよね、はいはい、でその後ギリシャ、まあ、これはまあヨーロッパの後から後付けするとこうヨーロッパのミニチュア版みたいな、うん、はい、今の話伺ってても要するに非常に小さいところに、うん、しかしあのそれにポリスができて、はい、で今の我々から見ればこれ国っていう言い方を訳語に当てるのは小さすぎるけれど、うん、はい、意識は実は結構国的な意識を持った、うん、そうですね、共同体でしたね、共同体、うん、はい、でこれがこう外交関係に近いような切磋琢磨をして、うんうん、はい、それが今度次の時代ローマ、うん、でこのローマ時代にキリスト教というものが、はい、この帝国の展開と同時に、うん、普及していく、うん、このキリスト教とローマというものが同時に世界にこう浸透していくっていうのにはどういう歴史的な、そうですね、これもいろいろと、まあ、話すと長くなっちゃいますけど、あの、まあ、もちろんお母さんの方がお詳しい部分もあると思うんですけど、やっぱりキリスト教をご存じで最初はね、あの今でいうイスラエルっていう小さいところから生まれた、うん、最初はもちろん大弾圧をされて、もちろんイエス・キリストもローマ帝国によって処刑されてですね、その後ペテロであれパウロであれも大弾圧を受けた中から登場しましたけど、うん、やっぱりあのそれまでユダヤ教とはね、うん、違う発想、うん、から後に出てくるイスラームとまたちょっと違う発想があったと思うんですが、うん、やっぱり特にかなり弱者ですね、弱い人たち、うん、帝国とは言ってもそれはあの貴族とかね、あれ皇帝の周辺、うんうん、あるいは各国に派遣されている軍団のトップのような人たちはそれはもう謳歌したかもしれませんが、うんうん、その人たちにやっぱり虐げられているような、うん、そういった人たち、あと、うん、あの実は中のいわゆる後に日本語的に言っちゃいますと隠れキリシタンって言いましょうか、うんうんうん、そういった人も実は 軍団の下の方の兵士ですね、うん、には徐々に広がって、だからやっぱり弱者のための、うん、まあ、あの聖書をね、特に新約聖書を言いますともう本当イエスの教えってそうですよね、確かに完全にはあの弱い人たち、うん、で悲しんでいる人たちは幸いといるね、あなたたちは慰められるだろうな世界であって、うん、まさにそういう人たちにどんどん共感を呼んで、うん、でそれがまあじわ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 と浸透して、もうこれは皇帝、特にコンスタンティヌス大帝なんかももうこれは無視できないと、うん、だからコンスタンティヌスさん自身は別に熱心なクリスチャンでも何でもなかったんですが、うん、もうこれ無視しちゃダメだと、認めなきゃダメだ、ですか、え、認めなきゃダメだっていう方向になって、で英明な皇帝でしたから、うん、でその後もねご存じで2点3点あります、うん、皇帝によっては、うんうんうん、ただやっぱり全面的にもう4世紀の末ぐらいまでには帝国ですから、その、はい、今2点3点、はい、廃教者リナ、あの、そうですわ、なりますよね、うん、これってあの宗教において面白いのは、はい、今お話からいろいろ面白いなと思ったんだけど、はい、その彼なんかは逆にインテリで、はい、そして一種のこうすごく国体主義者、つまり そういう人間が逆にこう孤立していく過程なんですね、文明の過程というのは、うん、そうなんです、うん、やっぱりもう時代性っていうものがね、うん、もうだいぶ変わってきてしまってると、うん、しかしその弱者のための宗教が、はい、その虐げられて、はい、まあ、帝国が組織され、はい、と同時に、うん、あれぐらい広大なところをその、はい、ある意味古代文明と考えた時に、はい、ローマというのはインフラの高度な、いや、おっしゃる通りですね、もう道路網にしろね、うん、都市計画にしろね、そういう時にこそ逆に弱者っていうものが非常にこう
自意識を持ってくんでしょうな、うん、そうすると彼らにとって必要な宗教だったと、はい、そうだと思いますね、はい、それがローマ帝国が広がれば広がるほど弱者ネットワークも広がるわけだから、はい、仏教でいうと仏教というのは悟りを少女仏教、はい、お釈迦さんの仏教は悟りを目指しますね、はい、そう、あのいわゆる衆生を救うという形になってくると、はいはいはい、阿弥陀信仰とか、はい、で、まあ、日本においては非常にこの、ローマの時代から見ると後になりますが、はい、やはりその奈良時代から平安時代にかけて、うん、その弱者救済と我が国 の、 その国としての統一過程がやはり重なるのを今ちょっと連想しましたね、うん、なるほどね、おっしゃる通りですよね、うんうん、しかしそのキリスト教がそういうふうに広がり、はい、そして、結果として言うとそのキリスト教共同体にヨーロッパはなっていく、はい、そうです。とこれがまああんまり意味があるかどうか、これがなかったら、つまり宗教的な共同体がなかったら、はいはい、ヨーロッパという固有の場所がこう固有性で占められることがないまま、こういろいろ大陸ですから入り乱れ続けたような気がするんですけど、ね、いやもうおっしゃる通りだと思いますね、うんうん、で一方で、うん、あの今までは弱者救済だったわけですが、やっぱりどうしてもどんな組織でもそうですが、うん、長年経つといわゆる権威化するわけですよね、権威主義でピラミッドになってって、うん、いつしかそのペテロの後継者といういわゆるバチカンですね、うん、あのローマ教皇が現れた、あの枢機卿や大司教が現れと、でいわゆる一般の信者はその底辺というような、そういうピラミッドが出来上がっちゃう、うん、でそれをまた王権ですね、各地に出来上がった小さい王様たちも、うん、自分たちでミニピラミッドを作りたいですから、うんうんうん、あこれはいいって言うんでどんどん取り入れちゃって、うん、でやっぱりあの諸国にどんどん広がる。だから特に、うん、あの前半でお話しさせていただいたイギリス、イングランドなんで一番辺境地ですけども、ちょうどあの593年に日本ではあの聖徳太子が摂政になりますね、ちょうど同時期にあのヨーロッパのグレゴリオ聖歌の名前に残ってるグレゴリウス1世がちょうどローマ教皇で、あの人はもう布教っていうのにすごく力を示して、でアウグスティヌスっていう人にイングランド行かせて、それでどんどん布教していくいう、ちょうどそれと同じ時期なんですね。日本では仏教がガーッと広がっていくのと、教皇によるですね、あの時代グレゴリオ大教皇と言われますけど、後にのいわゆる布教っていうのはちょうど同時期6世紀の末ぐらいからスタートして、でどん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 その各地の王権に広がって、でご存じの通り今でもあのイギリスでもやりますし、ヨーロッパ大陸いろんな国の王権持ってる国でやる戴冠式ですね、あるいは塗油っていわゆる油を塗るね、聖なる、こういった儀式っていうのもどん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 確立されてって、まあその中でキリスト教っていうのはもう各国でもうあの確立されますよね、完全にもう盤石たるものになっていくと。でそういった共同体っていうのは一つのやはりね、あのこれまた形が変わって、ご存じのあのナポレオン戦争後のウィーン会議の時には、例のアレクサンドル一世というロシア皇帝が神聖同盟と、すなわちキリスト教徒なんだからみんなもう戦争にするのやめようというようなね、ちょっと若干見るとナイーブな感じのもので、で結局メッテルニヒからちょっとねあの遠ざけられますけども、でもやっぱりそういう感覚が19世紀にもね、実はロシア皇帝がそんなことを言うと。でその時もちろんご存じで宗派が変わりますね、プロテスタントもあればカトリックがロシア正教もあるけども、その超越したキリスト教徒なんだという感覚が実は大真面目でね語られるぐらい、だから決してバカにしちゃいけないぐらいに長い時間にわたって、で今でも多分そういった共同体、まあそれがちょっとあんまり言っちゃ失礼かもしれないけど、なかなかトルコが EU に入れないという理由の一つによく言われますよね。だからこんな21世紀においても実はそういった感覚はまだちょっと残ってるんじゃないかと思います。このヨーロッパにこう行くと教会のその根強さ、はい、その要するにもう特に私は音楽なんで、はい、ドイツ行くことが一番多いんですが、はいはい、そのどんな小さい町のにも立派な教会があって、はい、そしてもうその人々が絶えず、そしてそこには楽の音が流れですね、はい、そうですね、でこういう形のその共同体というのは、が今でもその生きているというのは文明として強いことだなと、はい、まあ、日本ももちろん例えば祭りなんかがですね、はいはい、こうどんなにいろいろ合理化をして、うんうん、あるいはその結局東京一極集中だといってもその東京の中でも
祭りというのは根強く非常に気づいてますね。そうですよね。これは、うん、あの文明というものが進んで、うん、こう確立化しても、うん、あのその文明の根強さの指標のような気がするんですね、はい、で同時に今ちょっとキリスト教の話を大きな縁に戻しますと、はい、そのイスラム教が後で出ます、はい、そして、実際にはその最近、まあ、この何十年かヨーロッパ中心史観おかしいじゃないかという議論の中で、うん、実際はその、大変ギリギリまでつまり近代の、うん、こう最終期に近いところまでヨーロッパの方が後進的だったと、はい、先ほどのトルコなんかの例がそうでしょうが、はいうねはい、この辺りのイスラム圏キリスト教圏と、はい、これの明確な、はい、明確さも、はい、どうも私はヨーロッパ の、はい、その結果的には強さ、はい、あるいはヨーロッパが世界の基準を作るきっかけになったような気がするんですが、うん、いやおっしゃる通りだと思います、うん、やっぱりイスラムの脅威って言いますかね。でもう今おっしゃってくださった通りで一時はもうイスラムの方がもう科学技術の点でもですね経済力でも軍事力でも圧倒的に強くて、まあ、その後半の方がオスマンだったわけですよね、うん、前半もオスで強かったわけですが、うん、前半の時は十字軍でやっても結局ダメだったわけですよね、うん、で後半に出てきたオスマンにも一時は本当にいわゆるウィーンなんかもね、うん、囲まれちゃったりそうですよね、もう大変な脅威にもう苛まれてたわけなんですが、うんうん、ただやっぱりそのヨーロッパがそういったところはどんどん吸収していく、うん、で逆にまあ学んでいって、うん、でそれがまあうまい具合に蓄積されてですね、うん、今度逆転していくような、うんでそういったせめぎ合いって今おっしゃってくださったとおりちょうどだから本当にこの2000年まではいかないでも2000年近いぐらい の、うん、あのユーラシア大陸の西側の歴史と言っていいでしょうかね、うんまあ、モンゴルなんかもね登場してきましたけどももういろいろなやっぱりねギリギリ、うん、外敵ですね、うん、これに大きい影響を受けてでそれはなんか自分の独特の消化ですね、うん、をしてってでまた独特の文化っていうものを生み出してさっきからおっしゃってくださってるキリスト教っていうのも一つのその中の柱になって、うん、そうでなきゃやっぱり十字軍とかね、うん、ああいうような活動って出てきませんよね、うん、ですからやはりそういったキリスト教が根にあって、うん、でいろんな外敵ヨーロッパから見た外敵ですよ、うん、っていうものに出会ってそれで鍛えられたような、うんうんそのあたりちょっと日本はね、うん、地理的にイギリスとねちょうど島国だといっても、うん、ご存知でドーバー海峡ってのは泳いでも渡れるぐらいのところですけど、うんはい、もう対馬とかはもう大変な荒海ですから、そうですね、そうですね、原稿も2回失敗してるわけでしてね、うん、やっぱりね日本っていうのは地理的にすごく守られちゃった、うん、ただそれは逆に鍛えられるその機会がヨーロッパのまあ、特にイギリスなんかも含めてヨーロッパ大陸なんかにとってみてもちょっとそれとは逆でそういう機会が非常になくなっちゃったのがやっぱりその外敵来た時にいわゆる立った支配で夜も眠れずみたいなすごい衝撃になっちゃうわけですよね、はい、この日本が海に囲まれたゆえのこの独自性や守られた、はい、文化的に言うとそう言えます、はい、で私はそれを非常に愛しているんですが、はいはい、今君塚さんがおっしゃったようにそのこの海が何の守りにもならない時代になった後は、はいうんはい、少なくともたった支配でって言ったって船の時はまだね、はい、船って時間かかりますから ね、そうですよね、うん、だけどミサイルとかねそう、うん、飛行機どころかミサイル、はい、そして今度は、情報ですね、はいはい、サイバー攻撃とかねサイバー攻撃、はいはい、そしてもうネット上の例えばそれが情報による情報が世界でつながるとそうすると要するに今日本は、この国境が、事実上海が意味をなさない状態で、うんはい他者ですね、はいはい、他者とのその距離感を取ることを、はいまあ、学ばずに来た、はい、この一国一国語的なね、はい、民族国家だと、うんはいでこの問題は絶対ね絶えず我が国の、うん、大きな弱点であり続けて今に至っていると思います、はいはい、で一方でその逆にたくさん私は強みがあると思っているのでこの歴史的な、はい、その強みをどう引っ張り出してね、うん、この日本の強みが何かってことを日本人に自覚をさせたいんです、はい、でもいくら言っても自覚しないんだよ日本人、うん、だから向こうの海外の皆さんにこれが日本の強みだと、うん、で
そうだねって言ってもらうとね、うん、ちょっと日本に聞き始める、はい、まあそんなことはね、うん、やらないとこの国のこの形が守れなくなる、はい、でそこはねヨーロッパそれぞれの国を見ていて、うん、あのまあ、なんだかんだ言って強い、はい、その強さの、うん、が最初の話に戻ります。つまり、はい、帝国という単位で、はい、それぞれのスタティックな文明圏があったと。でこれは世界史の大半を占める、はい、でもヨーロッパというのは結局その外交関係による、うんうん、そのこう緩いやかな共同体があって、そうですね、でこれが少なくともウェストファリアから後って、はい、その狭めてみても、はい、もうすでに400年。そうですね。そう、はい、この400年が今逆にの原理を世界中がとりあえず受け入れてやっているわけですよね。だからここに育まれたものを、うん、例えば日本は日本でね、はい、あの自覚的に自分に訓練しない限りね、はい、これただちょっと勉強したりあるいは知識で知ってても、うん、なかなか身につかないような気がするんですけどね、うん、おっしゃる通りですね、うん、だから明治の時ね、うん、まあ、最初のあたりとか、まあ、特にあの、うん、条約改正なんかものすごく苦労したわけですよね、はい、やっぱそれが今小川さんおっしゃってくださった通りで、うん、もういかにヨーロッパ欧米に合わせるかと。でそれはもちろん言語の面もそうですけども、今言った慣習習慣ですねとか、まあ、そういったようなことをちゃんと学ばなきゃいけないと。あともちろん法律ですね。でみんなそれはヨーロッパ発祥のものなんだけども、ただ日本人やっぱり優れてる面はやっぱりそれすぐ学べる、うんうん、で割とすぐそれ消化して自分流に直していけるっていう点は良かったと思うんですけども、うんうん、やっぱり一方でそれ消化したんだけど、あの時代とともに向こうも変わってますので、うんうんうん、でずっと明治のあの1860年代の状況じゃないですからね、うん、ヨーロッパやアメリカも、うんうん、それにやっぱりどん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 合わせて、うん、で今言った通りすぐ変われると思うので、うんうん、あのそういったような強みっていうものを今後もね、うん、示して、で先ほどおっしゃってくださった通りで今おっしゃる国境なきような状況っていうものがどんどん出てきて、それに絶対揉まれなきゃいけないし、うん、まあ、今後揉まれると思うんですけど、うんうん、それにどうやっていけるかと、うん、でやっぱりどうしても日本人ちょっと内向きになっちゃうケースが多いですよね、うんうん、やっぱりもっと海外にもっと目を向けたり、うん、あとちょっと今コロナが大変ですけど、うんうん、やっぱりどん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 留学だとか、うん、そのやっぱりあの明治の時もどんどん留学しましたよね。そうですね、まあ、それこそあの福沢をはじめ、うん、伊藤でもね、うん、みんなあのイギリスへ行った後夏目漱石もそうですけど、うんうん、みんなそういったところ行って大国を見て、でやっぱりそれ消化して帰ってくるような、うんうん、そういったようなものっていうのはあの今だからこそまた重要なんであって、そうですね、そういった若い人たちどん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 行けるような、であの時もそれこそ国家が国家ぐるみで派遣できたわけですから、そうですね、うん、もうそれぐらいのつもりでね、そうですよね、うん、やんなきゃいけないと思います。やっぱり中国韓国はやってますよね、はい、そうなんです。非常にこの20年、はい、あのやっぱり若者の、うん、私は若い世代の鎖国化が、はい、もう近代日本の中で今一番鎖国でないから、ね、150年、はい、でこのね、うん、近代日本史っていうのはね、まあ、非常にこう逆説的な面白さがありましてね、はいはい、今おっしゃられた福沢諭吉、はい、それからその一番初期に、はい、要するに開国初期ですね、はいはい、その美術史の岡倉天心、はい、あるいは武士道の二戸部ですね、はい、あるキリスト教の内村鑑三、はいはい、これあのみんな英語で著書を書いている上、はいはい、まあ、今でもその現役、うん、現行版の英語版で読める、はいはい、著者たちですよね、はいはい、で我々はこれをまあ基本的に日本人による翻訳で彼らの本を読んでいる、うん、はい、でところがね、このここから漱石鴎外っていう、これ多分20年年の差が20年かそうですね、はい、これが実は語学のピークなんですよね、うん、日本人の語学力の、はい、でこの漱石たちの次の世代が今度文学者でいうと永井荷風とかですね、はい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 、なって、あの正宗白鳥とか、はい、これ明治10年代です、はいはいはい、そうですね、でその次になるとね、谷崎潤一郎とか志賀直哉とか、うん、はいはい、これねもうできない、そうですね、全く語学できないものでした、ね、そうですね、もうその後はね、うん、頑張ってその西脇淳三郎とか小林とかが頑張ってですね、はいはい、頑張って勉強して翻訳をしてるんですよ、うん、つまり翻訳文化が凄まじい、いやそうなんですね、発達をした代わり、私もね、うん、全くそうなんだけど、この
ピーク、語学のピークが150年前だったっていうのは我々考え直さなきゃいけない。そうですね、うん、やっぱ翻訳は素晴らしいでしょ、日本は。ただね、結局何かを研究しようとすると無理なんですよ、はい、そうです、そうです、やっぱり当然ですよね、うん、はい、その先生がイギリス史を研究しようとされたら、はい、それは当然翻訳されたもののに引き写しで終わってしまうわけだから。そうです、そうです。だけど、うん、そのあたりについてはね、やはりその言語の壁っていうのは、うん、はい、あの先ほどの、その要するに海に隔てられていた恵まれた環境と並んで、うん、はい、日本語の卓越性とかね、はい、均一な知的な高さっていうのは、はい、逆に克服しなきゃいけない面もあるんですね。そうなんですね。残念ながらね、やっぱり、まあ、これはあの小川さんの方がご専門だと思うんですけど、日本語はとんと独特だと思うんですよ、世界の言語の中でね、うんうん、でこんな難しい言語ないんじゃないですか、うん、すなわち漢字とひらがなとカタカナが並列されてるっていう、うん、私も向こう留学してた時に、うん、日本語ってどんなんだってすごく難しいんだよと、うん、あなたたちのことを書く時はね、あのイギリス人とかヨーロッパ人ですから、うん、カタカナっていうのを使うんだと、うんうん、それで漢字でね、私の名前は、ね、何々ですっていう時に3種類あるんだよ、なんだそれはって言われるわけですよ。そうです、ね、だからこういうのにいつも慣れてる人間が同じアルファベットだけので、また文法も全く違うようなね、うん、発音も全然違うようなやつっていうのを、うん、一から学ぶっていうのはなかなか大変で、やっぱり大陸ってのは結局巨大です、ユーラシア大陸巨大だけどなんかつながってんですね、うん、でやっぱり向こう私も留学してそうだったんですけど、やっぱ中国の人の方がなんか英語とっつきやすいようですしね、うん、やっぱりそのあたり、あの島国の日本っていうのは独特なのかなと思いました。うんうんうん、何かあるんでしょうね、中国人、うん、韓国人やはり日本人より堪能ですね、はい、うまいんですよ、やっぱり堪能ですよね。だから何か、あの今流の言葉使うと DNA の奥底にですね、あるような気がしますね。何かなんかあの懐かしいようなものがあるの、うん、こっち全然懐かしくもなんともない感じですよね。全然断絶してるって言いますか ね、うん、何もつながってないのかなっていうような感じが、あ、もちろん中国のね、いわゆる昔の漢文だとか、うん、あのそういったものとはもちろんあるわけでしょうけど、うん、いや遥か彼方のね、ヨーロッパについては、うんうんうん、だから本当に今先ほど小川さんおっしゃってくださった通り、もう漱石であれですね、うん、あるいはそれ以前の、うん、まあ、天心さんもそうだけど、みんなあの人たちは大変な努力をして、もう自分で一生懸命やった、うんうん、だからやっぱりそれぐらいの気概がね、うん、今の若い方たちにも、その代わりあの国がちゃんと面倒を見て、そうですね、うん、ちゃんと学んでこいってやるような制度があってくれるといいと思うんですけどね、うん、ヨーロッパ のお話最後また戻りたいんですけども、はい、このヨーロッパというものが、今回のお話で最初君塚さんの、ヨーロッパ近代史で、はい、レーニンで第一次大戦で大きな意味で一度終わったと、はいはい、うん、しかし今でもその基準点であり続けている、うん、はいはい、そして、今の時点、そしてこれからヨーロッパ、そして世界、日本がどうなっていくのかっていった時にですね、このヨーロッパ近代史が一旦終わった後のこの100年、うん、経った今、はい、このヨーロッパをどうご覧になっておられますか。そうですね、あの結局はでもヨーロッパのこの私が扱った500年ほどの歴史が築き上げた原則がですね、良くも悪くも結局その後の100年も結局は続いちゃってますね、うん、まあ、大きい意味で言いますと、あの原則としては例えば人権、うん、あるいはあの地球環境問題だとか、うんうんうん、ね、あるいはデモクラシーですね、民主主義とか、うんうん、いったものっていうのは結局全部ヨーロッパ発祥で、うん、ただそれがもちろん今ちょうどコップやってましたけども、逆にそうでない国からお前らが勝手に作ったもんだろうとか、あるいはお前らが最初に排出したんじゃないかみたいな反発、うん、特に中国なんかはねって中国なんか特に言いますよね、うんうん、で人権なんていう考えだってもう中華帝国には一切ありませんから、で急にそれを言われてもねっていう、やっぱりその歴史の中でのあのつながり重みが違いますので、ただそれでも結局無視しえないぐらいに、やっぱり世界全体の中であの人権とかデモクラシーいった問題はあのどん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 出てきている。一方ロシアみたいにそれをね、本当はお前はヨーロッパなんじゃないかというようなロシアがね、本当それ蹂躙しちゃってるような状況も出て、やっぱりだからレーニンってはやっぱりヨーロッパ壊したのかなと思うんですけども、その末裔の国ですね、ですからやっぱりヨーロッパにしてヨーロッパにあらずみたいなロシア、あるいはその後のソ連とかですね、そういった存在も一方であるんですけど、でもやっぱりなんやかんや言って
でやっぱアメリカっていうそのヨーロッパのね、うん、言ってみれば薫陶を受けた、うん、国家、まあ、独立はしたんだけども、うん、精神的には完全ヨーロッパと言っていいような、うんうんうん、国やっぱり世界に、まあ、特に第二次世界大戦後に展開しました、うんまあ、それもあったんでしょうけど、うん、でも一方でそれだけじゃないんだと思う、うん、さっきのキリスト教と同じで、うん、やっぱりそれだけではなくてやっぱり一番さっきも言った弱者にを考えたのはデモクラシーであり、うん、人権ですよね、うん、でこれはやっぱアジアの世界でやっぱりとりわけ今大きい問題になってる、うん、でそういった国々も最初はやっぱり政府なんかは拒否したい、かつてのローマ帝国のねキリスト教ダンスみたいに拒否したいんでしょうけど、うん、もうちょっと拒否できないような状況にどんどんなっていくような、うん、だ結局一旦第一次世界大戦で、うん、まあ俗にヨーロッパの時代は終わったと言われますけども、うん、いわゆる本当奥底の方では相変わらず生き続けていて、うん、それが実際に今世界で起こっている問題にですねもういろんなもので照らし出してんじゃないかなというふうに思います、うん、なるほどね、はい、そのヨーロッパというものの、はい、がまあ2000年以上、はい、そして少なくとも近代史としても500年、はい、かけて、培ってきた成果というもの、はい、で私が興味深く思ったのはですね、はい、その例えばこう日本のその文明史と、はい、ヨーロッパの文明史というのが、まあ、これは梅沢忠夫さんなんかからですけれども、はいはい、とにかく極めて並行しているし、うん、時系列を並べても結構並行しているんですよね。そうなんですよ、はい、そして、うん、日本の独自性というのはおそらく私は縄文から始まって、うん、はい、そのうん、戦争と平和の関係でいうと、はいはい、極めて平和な、うん、そして逆に言うと戦争が例外事象であるという、はいはい、それからその人権等の観念を、うん、まあ、あまりこう際立って発明をしなくてもその共同体がこなしてきたという面がある、うん、はいはい、そうですよね。で一方で言うと、うん、契約関係にしない、はい、無言の共同体で、はい、その維持できてきたものというのは世界がつながってしまった今はそのままでは使い物にならない。そうです、そうです、はい、でその代わりまた、まあ、私なんか例えばこう日本の歴史を講義したりするときに聖徳太子の十七条憲法をそのまま、通読をさせて使ったりします。ああ、そうです。そうすると、うん、書き下し文がそのまま、まあ、今読めるんですよね、はい、現代人が、はい、そう1400年前の文献がそのまますっと頭に入る上に日本人の今の行動原理がほとんどそのまま書かれている、はい、そうこのようなものを私はヨーロッパが培ってきたものとね日本が培ってきたものというのが非常にこう両方照らし合わせることで、うん、いきなりヨーロッパのですね原理を生のままね、まあ、例えば GHQ が日本にアメリカ型を持ってきたと、うん、で日本私はそれ批判的ですよ。だけど、はい、肯定的なに捉える人がいるのもよくわかる、はい、で日本人はこれをこなせたわけです、はい、よくも悪くも、はい、だけどほとんどの国でこれ失敗しますね。そうですね。でこれやっぱりあまりにも生な彼らの原理は、うん、やっぱりあの歴史的な激しい背景がないと使えないと、うん、そうですね。そこはね日本人の持ってる、うん、この共同体でこなしてきた知恵と接合すると何かね、うん、面白い可能性があるような気がするんですけどね。おっしゃる通りですよね、うん、ですからそういう意味でこのヨーロッパ史を、こう大陸の、まあ、こういったのなんですけど革命側から見る歴史家がたくさんいます、はい、でも先生のようにこの地味に見えるけどずっと続いてきたイギリス の、うん、はい、この王室史を軸にした歴史観というのは、はいはい、私は世界中にね、はい、転換 していく上では、うん、じゃあフランス革命史をね、うん、世界中に転換したってこれなかなかややこしいことになります、はい、でいろいろ反発も多い、うん、でもこの伝統社会がどういうふうに、はい、勝ち残ってきたのかっていうのは、うんうん、すごい役に立つ。あ、こう実学としても役に立つような気がするんですけどね、うん、そういうふうに今回のお話を、うん、伺わせていただきました。 ありがとうございます。実は君塚さんの本は非常にこの細かく勉強させていただいてましてね、はい、こう
たくさん付箋が貼ってありますけど、間違いとかないですか？大丈夫です。でもそう間違ったらそのまま覚えちゃいますよ、ね。テキストだから。まあでも本当にこのイギリスの歴史、物語イギリスの歴史もですね、はい、ビクトリア女王もですけれども、はい、あのイギリス史というだけではなくて、その本当に歴史の英知という意味でもですね、それからなかなかこの通史がね、はい、イギリスのこう通史も少ないもんですから、うん、我々のような人間がこうとっつきやすくて、しかしきちっとこう、はい、細かく書かれている、はい、だから非常にこう勉強になりました。で、あのこういう歴史をあのきちっと、踏まえたですね、そういうこの考え方で、国家もあるいは、いろいろなですね、その思想運動も、考えていかないと、どうしても目先のこの大きな流動的な流れの中で飲み込まれていってしまうというような気がいたします。清塚さん、本当に、長時間にわたって2度、詳しくお話しいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。